こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはスマートウエスト。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はスマートウエスト。これに続くのがレイクマシーン。さらにはシリック2番、プレザントシグナル。その後ろ、後方に控えたのがジャストイナフハート。先頭に戻りましょう。レイクマシーン先手を取りました。ビューティードーター、すぐ後ろ、内からはプレザントシグナル、緑の帽子シリック、その後ろ大気シャトル B1 です。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはレイクマシーン。少し間が空いてスマートウエスト、シリック、すぐ後ろ並んで11番ビューティードーター、プレザントシグナル、この馬もこのグループ、大気シャトル B1 です。その外からメイントレール、赤の帽子シャワーツリー、その後ろヘッドシュペール、すぐ後ろこれに続くのがリンドウィン。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでシリック先頭に変わりました。シリックさらにリードを広げます。2番手はレイクマシーン、大外から青の帽子大気シャトル、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭は大気シャトル、大気シャトル先頭、あと 200m 大気シャトル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。後続は大きく離れました。2番手はシリック、大気シャトル独走、大気シャトルぶっちぎりです。大気シャトル1着、2着はシリック、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。大気シャトル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。